こんにちは、ゆっくりリグルです。こんにちは、そしてこんばんは、ゆっくりミスティです。歴史系動画で国の変遷を眺められるのってあるじゃん。あるわよ。興奮するよね。間違いないね。世界史のも日本史のも中国史のもあって、急に大国ができるところとか驚くよね。こちらは世界史の変遷。日本は奈良時代だね。平安時代。世界はさっきより分裂しているわね。室町時代。反戦が見えるね。たまたま暴風で南下船が立て続けにアフリカ喜望峰を回り、アジアの航路を開いたと言ったら信じるかい？マッカーサー。故障など香辛料を求めて、ヨーロッパからアジアへの航路ができたんでしょ。肉の保存法が塩漬けぐらいしかなかった時代、多くの西洋人は、新鮮な肉が取れるまでの時期、鼻をつまんでスープをすすっていたそうな。悲しいわねー。故障で味付けして肉を食べられるようになると、故障は目方、金と同じぐらいの価値で取引された。そこでアジアとヨーロッパを結ぶ地理的位置にあるイスラム教国の富を太らすことなく、直接、ヨーロッパとアジアの交易路を開こうと、勇気を持って果敢に挑戦した人々がいたのね。偶然ではないのよねー。世界の一地方だったヨーロッパは、やがて産業革命の後押しもあり、アジア、アフリカ、新大陸を、欧州色に染めていく。まさか、視聴回数が伸びないんで、歴史チャンネルに今更変えちゃうの？マッカーサー、生物進化を眺めたい、その布石だよ。こういうの眺めていると、人々の引きこもごものドラマが思い浮かんで切なくなるね。本当に、国が起こるとき、滅びるとき、人々は何を守るためにこうした営みを繰り返したのだろうか。民族、言語、宗教、社会システム、いろいろとあるだろうけど、もし二派の神々が戦っているのに、その地域の人々が一つの国で仲良くしているってことはないだろうね。同じ民族であっても、統治システムが違うので、いさかいや争いが発生するのね。言語が通じるところであれば、神々の和解や同盟、仏教など優れた教えの帰依などで、戦以外の手段でも国がまとまってきた歴史があるのではないか。宗教心を理解しない教育では、仏教が全国の統治に用いられたといった、政治的利用面しか教わらないけど、神々の世界の事情がわかると、優れた方というのは非常に大きな求心力があることがわかるね。ミスティにも、聖徳太子のされたい利用が、日本史に際立っていることがわかる気がするよ。三国志の時代もね、最初群雄割拠の時代は、単なる国取り合戦的な争いもあったけど、だんだんと、中国で理想とされたいくつかの徳目を帯びた国づくりに仕上がっていく感じがする。個人の感想です。三国以上があの大陸を奪い合った歴史は多いのに、三国史にロマンを感じる人が多いのはそんな背景があるのでは。個人の感想です。国の攻防というのは個人の余力などではなく、全体の統治システムの優劣なんだね。それは企業の荒廃にも言えるということだったよね。突然変異の一個体が種を変えるとか、一商品が社運を傾けるとかとは違う次元の要因があるんだね。そう思うと、室町時代ってあまりそういう高尚な理念が見えず、なんか領土、地位、名誉、感情のレベルだったりで、離合集散しているように映るんだけど、政治の時代というより、民衆文化蓄積の時代だったのかもね。でも実際、一旦分の林を切り開いて畑にするって、相当人と時間と努力がいるのよね。土地へのこだわりはそうした面も、見てあげないとかもね。で、動画にはこういう、世界史とか日本史とかの国の変遷ばかりでなく、そうそう、ナウシカやガンダムの世界を地図とアニメで、そっち持っていかない？億年単位の大陸移動の変遷を見せてくれる動画もあるよね。一番上の数字の一桁は100万年だ。1億5000万年前のジュラ紀の地球ね。新生代に近づき、インドア大陸がユーラシア大陸に衝突するところなんて興奮するね。間違いないね。別サイトでも石炭紀。ペルム紀末から三畳紀。史上最大の大絶滅の頃ね。ジュラ紀。この時期をしてくるねー。こういう動画を見ていると、日本の国海の神話も、なんかその通りに思えてくるよね。個人の感想です。宇宙船に乗せられて、過去の大陸変遷の様子をモニターに映し出されたりしたら、神様が何かでかき回しているように見えてしまうよね。もう少しお付き合いください。姉のヌボコって、その講義用のポインターだったのかも。はいはい。まあ、大陸の変遷は、プレートの移動によるものであり、地球の誘導性によるものと言える。こういう大陸の移動に伴った、当時の生物の分布図も、表せると面白いのにね。架空のイメージを上げておくけど、大陸の移動によって種が分布域を拡大したり、種が分岐したりすることもあるだろう。随分適当なイメージね。造山運動、沈没、砂漠化、極への移動など、1000万年単位の様々な環境の変化、島の分離、融合は、種のちゃんぽん化を加速するよね。過去の分布域の表示は、実際は化石発掘という点になってしまうので難しいでしょうけどね。あれ、今回のテーマなんだったっけ？一つはやはりイメージなんだけどね、地球の生命圏は、地球でもちろん完結しているわけではなく、太陽が日夜莫大なエネルギーを注ぎ込んでいる。太陽は地球の影側を見たことないんだから、日夜っていうのはどうかな。おう。こうした変遷する大陸では、気候も降雨量も風も海流も、バイオームも生態系も食物網も、時代時代で大きく変化するだろう。
ずっと注ぎ込まれる太陽エネルギーを水源とすると、その川下の姿は、蛇行し川幅を広げあるいは時に乾き、千変万化するだろうということは想像に難くない。でしょうね。それが生物進化でしょ？この大河ドラマに、偶然プラス自然選択って、必要なんだろうか。なるほど。それらの時代、生まれて死に死んでいく生物たちに、よりよく生きたい、もっとよく生きたいという生物らしい心があれば、太陽という光の供給源がある限り、生物は自然に変わっていくように思えると。そう、そのよりよく生きたいという生物側の欲求を否定すれば、消去法的にダーウィン論しか選択肢がなく。もし、ラマルクのようだけど、動物の欲求ということを、生物に認めるのであればまた違った進化論が描けるのでないか。そのあたり、動植物の心や霊性があれば、その種にそうした思念が残り、未来に合目的的な変化を起こす、要因になるんでないかという推察ね。先に人類の歴史でも、神々の争いや和解、高邁な理念理想や、宗教、社会システムなどが、国という分布域を形成してきたことを、ざっと眺めてみたね。宗教信教の違いとか尊王攘夷とか、DNA には一文字も記録されていない精神世界の内容だね。そうした要因で世界史は動いてもきた。故障欲しさに分布域拡大ってこともあったけど。それは生物界でも起きてきたことだろうね。魅力的な余剰資源が現れたら、それをエネルギー代謝の流れに組み入れるべく、周辺の生物が、形態を変えるなどの変化をすることは、ざらにあったことだと思うよ。そうした食欲の話ばかりでなく、糸狩り多生といった方向性が、生物進化にはあるように思えるよ。前回の内容で、我々が霊性に目覚めれば、自然界にも霊性が備わり、それらが生物世界にも影響を与えていることが、分かってくるんだったよね。すると、人の歴史に理念とか、人や義などの特目とかがあったように、生物の世界にも、それほどはっきりしたものでなくても、ぼんやりとでも種の方針とか、種の方向性といったものがありはしないかと。これ、今西進化論の展開ね。自然哲学の言う自然霊のような、精神世界の思いこそが、自然の合目的性の根拠なんでないかな。もう一つ、先ほどの石炭紀には、爬虫類の出現があったと考えられているけど、両生類のような卵から、爬虫類の複雑な機能が詰まった卵が出てくるというのは、こうした自然霊や生物の霊性では、説明がつかないだろう。ダーウィン論ではもっと無理だと思えるけど、こういう高度な精神性が関わる進化は置いておいて、話題に挙げたのあんたの方よ。先に述べた自然の精神、動植物の魂を考慮に入れた進化論について、近いうちにお送りしたいと思います。その前に、動物のスピリチュアリティの後編になるのかな。多分、メイビー、パーハップスだ。それ中学校の体育の先生が一度言ったセリフ。記憶細胞から消えないのだ。はい、それでは今回もここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。